最近通知を送信がちょっと遅いっすよ。あ、そうなの？なんか、まだ。あ、間がね。あ、本当だ。ちょっと間あるね。では、始めていきます。はい、お願いします。よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと。ミキサーのキャンデー、あ、マイクオンにして忘れてた。ミキサーのキャンデーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさかの 自分のだけオンにするの忘れてた。びっくり仰天みたいなね。はい。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、なんと、皆様に報告がございます。ほう。ほう。オンエアの、12月3日で、1年が経ちました。わわーい。まさかの1年経ったとはって。イェイイェーイ。ーい。ということ で、ということで、ハッピーな今ハッピー日は。な今日は一日ですはね。い。まあ、まさか一年も、まさかも一年経つとは思わなかったですね。あっという間でしたあっね。という間。なんだろう、番組始まってからが一年が、はい。あっという間に過ぎていったというか。でもあんまり1年あっという間って言いたくないんですけど 言いね。たくないですけ年ど取ったね。感が出てくれますんでね。はい。では番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。ウーアで情熱です。どうぞ。祝い酒、祝い酒。もう祝い酒たくさん飲みましたんで、ね、今週末は。もうちょっと疲れてます。いいじゃねえよ。でも酒、お酒飲んで疲れるのもなんだかなと思うけどね。初めてですね、帰り道のことあんま覚えてないっていう。ええー、怖い怖い怖い。寝不足もあったんで、ああ。土曜日結婚式があったんですよ。はいはいはい。でも、髪切るタイミングはその午前中しかなくて、あ、いや。4時間睡眠でええー、髪厳切りしい。に行って、厳しい。で、僕染め直しもするんで4時間ぐらいかかるんですよ。おーっと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 。だからそこからもう結婚式に間に合うようにって言ったら、ちょっと早めに取っとかないといけなうんかったんで、うん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 。っていう感じで、なるほどね。寝る暇もなく。あ、いやーな。でも行ったら行ったらテンション上がって、あ、そっかそったくさんか。ビールを飲みまして、わあー。ーいってなって、二次会として、ちょっと僕の行きつけのバーにうんうんうん。行ったメンバーと一緒に移動して。ああ。なるほど。最近家飲みしかしてないかな、ほとんど。よかったです。うん。家飲みもいいか、いいけどね、家飲逆みもいいですけに。どね。うん。バーで行くのも全然ありだと。バーもいいですよ。うんうん。酒おいしいんで。仁さん、仁さん、木曜日。等しいですね。仁さん。はい。
一応最後まで元気でしたよ、ひとし君は。あの彼はまた昨日 の, あのイベントの時にライブしたりとかしてたんで。あー、なるほどね。お兄さんが歌ってたんですよ、へへへ。で、弟のひとし君って子が僕の同級生なんですけど、うんうんうん、あの FM 小座でパーソナリティしてる子。おー、で、彼がカホン叩いて一緒に合わせて兄弟セッションに僕が音響で入る。おお、すごいね。 お兄さんはまたあの生徒会の先輩なので、お久しぶりです。今日よろしくお願いします。なるほどね、そういうのがあったのね。大人になっていろいろコラボレーションできるのは最高でしたね。うんうん、うんうんうん、ちょっと待ってよ、その前にツイキャスから行くから。お、珍しい、リオチが来てる。こんばんみ。鍋か、鍋で思い出したのはキムチなんだけど、キムチあんまり食べれないのよね。では音楽ですね。はい。はい、じゃあマイクあげます。はい。お聞きいただいたのはウーアで情熱でした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは好きな鍋料理です。まあ寒くなってきたので、そろそろ皆さんお鍋を食べる頃だと。まあ季節ですね。季節ですね。はい。なので、今回は鍋料理を皆さんにお聞きしてます。早速、キャスが来てますので、紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。りょうちさん、こんばんみ。こんばんみ。私たち夫婦がよく使うこんばんみを使ってますね。沖縄大好きさんが、こんばんさっちー&こんばんりょうちーと来てますね。ちょっと運転するので後ほどと来てます。なんだっておめでとうございます、祝い酒じゃーって。そう、1周年なんで、な、私もやっと気づいたんですよね、自分で。なんかあるなーと思って、はい、もう12月か、あ、もう始まって1周年じゃんみたいな感じだったんで。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばんは。ワン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 。ワン。一周年ですか、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。インコのおしゃべり、言葉覚えましたかと来てますね。喋るのは、喋るんですよ。インコちゃん、はい。私の飼ってる2羽のインコちゃんなんですけど。サッチ以外にも最近くしゃみを覚えまして、ヘクションって言ったらヘクションって言うんですよ。くしゃみを返してくるんです、最近。会話じゃないよ。そう、会話じゃないんですよ、最近は。カープボーイさんが、好きな鍋料理、もつ鍋かな。最近、赤自治デービルツアーで、家牛でいいんですかね、これは。ですかね。のすき焼きを食べたよ。めっちゃ美味しかった。最高だった。だからすき焼きも好きと来てますね。ああ、そっか。そうだね。私、
まあ、後で自分ののは喋りますが。カープボーイさんが、そういえば去年のクリスマスイブの時に FM 技能でリキカイクーさんと会ったから、びっくりしたのを思い出した。ラジオ沖縄の公開放送以外で会うとは思わなくてびっくりした。聞いたら奥さんが番組しますって言いよったから、それからだ、わらわらと来てます。そう1で年す前でね。すね。1年前。ちょうど1年 今、私が歌をしてたよ。取られてしまっ撮った。てしまいました。ごめんなさい。大丈夫、大丈夫。では、メールの方に行きたいと思います。お願いします。ラジオネーム、ナルトラさんからいただきました。ありがとうございありまがとうごす。ざいます。好きな鍋料理、キムチ鍋が好きですね。ちょっとピリ辛な出汁が鍋で、煮込んで程よい辛さに。そんな出汁が染み込んだ豚肉や野菜がめっちゃ美味しいですね。と来てますね。私最初に鍋で思いついたのがキムチ鍋だったんですよ。っていうのも旦那が最近キムチ好きで結構食べるんですよ。なんで最近に思い出したのがキムチ鍋なんですけど、私が辛いのそこまで好きじゃないので、私は、キムチ鍋あっても、まあ、2、3口食べればいいかなってとこですね。キムチ鍋、そ昔だったら絶対苦手でしたけどね。う。ん？今だったら多分好物だと思います。ああ。ただ豚が入ってると食あ、べれないのそうそうで、そうそう、そうなのよね。この豚ってなりますね。そうなのよね。キャンさんはそうだね。豚の入ってない鍋を探したいなと思います。次のメールに行きたいと思います。お願いします。決まるグレーネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございあまりす。がとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんこんばばんん、ササッチー。チー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、好きなの鍋料理。鍋料理ということで、鍋は基本どれでも好きですが、鍋の具材で言うと、豆腐や白滝など、どれも好きっす。締めのうどんやご飯を入れて雑炊にするとまた美味しいですよね。キムチも入れるのも好きですし、野菜がたくさん入っている鍋もめっちゃ好きですと言ってますね。確かに締めは雑炊。大体雑炊ですね。まあ確かに雑炊いいですね。私最近ちょっと寒くなってきたんで、旦那が鍋しようって言って、